はい、どうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。みんなで空気読み2やっていきましょう。で、今日は空気読みっていうのは終わってるんですけど、今日はその逆、空気を読まないモードをね、ちょっとやっていきたいと思うんですよね。これ絶対面白いよね。空気を読まないだよ、絶対面白いよね。それじゃあ早速やっていきましょう。ここは自由にボケて良い空間。あなたがボケることに突っ込む人は誰もいません。ボケても突っ込まれない夢の空間、心ゆくまでご堪能ください。空気を読まずわざとボケろ。説明は一切しないから次々ボケろ。中断したい時はプラスボタンかマイナスボタンを押せ。第1問。さて、どうやって空気を読まなくしてやろうか。新言語は令和であります。それじゃあ普通に出すとこうだけど、これやばくない。おお、なんかめっちゃ早いんだけど、やば、絶対あの人空気読んでないよね。第2問。よし、それじゃあ早速早く割ってやったぜ。いや、絶対空気読んでないよね、今の。第3問。それじゃあこのヤンキーどもの前を通らなくて、この辺をうろうろしてやろう。さあ、邪魔だろうみんな。いや、絶対これ空気読んでない、絶対邪魔じゃんこれ。第4問。ごちそうさまでした。お待ちのお客様はこちらを先頭にお並びください。それじゃあ帰ると見せかけてここら辺でうろうろしてやろう。絶対邪魔だあれ。第5問。フリスク、よし、出しまくろう。いや、これ以上いらねえっていうぐらい出しまくろう。よしよしよし。あ、めっちゃ手からこぼれ落ちてるけど大丈夫。うわ、すごい、こんなにフリスク絶対食べれないよね。あんなにフリスク食べたら絶対死んじゃうよ。途中経過、これ完璧じゃないの。程よくボケれてるっぽい。あ、完璧じゃないんだ。最高にボケてると思ったけどね。次、お前ピストルが上がったけど。今のは最高、絶対死んじゃうやつだ。第7問。お、これは野球だな。で、ここはまず後ろに子供おるけど、キャッチしようか。後ろの子供めっちゃかわいそうだけど、ごめんな後ろの子供よ、名もなき子供よ。そしてこれは、あ、なるほど、おりゃ。よし、この人形も上に刺さってしまえ。最高、このゲーム最高、本当に。じゃあ俺が、じゃあどうぞどうぞ。早すぎるよ。まあ、これがボケでしょう。これが最高のボケだよね。第10問。引っ越しのバイトです。運ばねば。それじゃあ女の子は普通軽い方、子供服を持たせるけど、俺は子供服持とうか。本を持たせよう、重い方を持たせようか。途中経過、今回の5問はあからさまにボケてるっぽい。いいね、あからさまって結構いい方だよね。第11問。これは駅のホームかな。これどうすればいいんだろう。よし。右左って邪魔しよう。絶対邪魔だ、絶対邪魔だよね、こんな人いたら。俺無視して多分前に行くわ。まだ降りない僕です。これ降りればいいのかな。まだ降りない僕ですって言ってたから。で、これボケてるよね、これ完全にボケれてるよね。あんな人いたらたまんないけど。さて、お父さんと子供かな、どうすればいいんだ。金。いや、これは連打しよう、これは邪魔だ、うざいぞ、こんなする人たまにいるよね、チャンネル次々変える人。第14問。これはサザエさんっぽいな。で、これは
ずっと閉じておこうか。一人足りない状態、常に。サザエさんもこんなんあった気がする。第15問、アフロの胸毛がめっちゃ生えたおっさんがなんか言ってるね。この天性のセンス、練習で身につくものではないわ。やはり私の目に狂いはなかったようで。あのベルトがやばい、マジでラブとか書いてるベルト今時しねえよね。絶対しない、あんなベルト。ただのお湯気、4年後が楽しみだわ。お、サングラス出るんだ。なんか常にサングラス出てる。ずっと出しておこう、あのサングラス。よし、もう一回下げて、もう一回サングラスして、でもう一回下げよう、サングラスを。逆に上げれんのかな。あ、終わった終わった。逆に上げれるかちょっと試したかったんだけど、ちょっとできなかったな。程よくボケれてるっぽい。めっちゃかわいそう、なんかあの人泣いてんだけど。第16問で、エレベーターに乗って子供が前にいるけど、こんなデブいたら邪魔だな。でも俺は避けねえよ。ごめんよ子供たち、これはねボケるゲームなんだ、勘弁しておくれ。第17問お兄ちゃんお腹すいた、お兄ちゃんがお金を稼いでくるから頑張るんだぞ。ウルトラ横断クイズ、先に正解した方が賞金ゲット。問題、日本で一番高い山は富士山だ。これはお兄ちゃんに正解させろってことだろうと思うけど、俺が正解するぜ。かわいそう、妹よ、お腹ずっと空かせて待ってんだろうけど。さて、レッド参上、おりゃ。倒してやる。あら、いや帰ろう。誰もいない、誰もいないのにブルー参上とか言ってる。しかも一人何色かわからないけど、よろしくお願いします。これはね、前回は胸を見てなんかやったけど、どうしよっか、全然違う方見る。逆にこの左上らへん見ておく。普通はね胸を見るんだろうか、やっぱり。ちょっとこれわかんないな、ボケ方が。第20問、これは、よし、閉めよ、閉めろ閉めろ。ガッとかガッとかなってる、かわいそうだな。途中経過、今回の5問は程よくボケれてるっぽい。なんかすげえ今ゾンビの画像あったけど、うちも自分のチャリ欲しいな。お兄ちゃんに任せなさい。ロードレス大会優勝者には新型自転車贈呈。これは、これは勝てばいいのかな。新型自転車は誰の手に。いよいよラストスパートだ。よし、俺が先に行くぜ。なんか空き缶あるけど、これは無視していいの。ゴーン。かわいそう、めっちゃかわいそうこのゲーム。さて、これは話さないでね、話せばいいのかな。絶対話しちゃダメだからね。こう話してたらこけるのかな。わわわわ、よし、こけるんだ。うわお、でも行ってるね、意外とこけずに一人で行って、あー、こけたこけた。痛いよね、俺もねこういう経験一回あるけど、めっちゃ痛い。第23問、さて、子供のキリンかな。お母さんが取ってあげない。お母さん取ってあげない、お母さんだけ食ってる、美味しそうに食べてるよ。子供にやろうぜそれ。第24問、お腹が痛い。さて、トイレだけど、よし、お腹痛いって言ってるけどトイレさせないぜ俺は。あ、待って待って、帰ってった。大丈夫、漏らさない、ちょっと台漏らさない、今空気読んだのかな、もしかして違うの。さて、これ開けておこうか。ボケるってことは開けるでしょ。よし、閉じた。そして、ん、3回お願いします。そしてこれは6回ぐらいお願いする、6回ぐらい。あ、押せない押せない。食べられるんじゃないんだ、今の空気読めたの、もしかして。あからさまにボケれてるっぽい。ってことはボケれたんだ。なんでうんこなの。今日は会社の同僚式、
そして同僚式の結婚式じゃったら俺常に前に行こうかそこ立ち位置違うぜ、絶対違うぜ。そこ第27問、あ、よし俺が取ってやる俺がキャッチしよう。あ、キャッチできなかった。くそ、これは逆に空気読んだんじゃないの。第23問、よし、このまま何もしないで、これもこのままよしベシーとか言ってる。で、ベシー、あ、違う違う違う、これはボールが、よし、ベシー最低、マジで最低この人。お前、第29問、よし、用意ドン、もう用意ドンになる前から走ろう30問かな、次で。ダメだ、眠気が限界だ、寝よう。よし、思いっきり下げようか、もっと下げるんだ、もっと下げるんだもっと下げろ、顎顎めっちゃ怒れよ後ろの人、顎めっちゃ刺さってんじゃん。途中経過、今回の5問は程よくボケれてるっぽい。それじゃどんどんやっていきましょう。第31問、彼女と夜景を見に来ました。これは車の中なんかイチャイチャしてるし、この人の邪魔できるかな邪魔してやろう。そしてこの車も開けてやろうぜ。あ、さらにね、あの車に乗ってったんだけど、絶対邪魔でしょう。第32問、これは彼女が傘をこう左にやろう、左に、濡れるんだ彼女よ彼女濡れるんだ、かわいそうだけど、これはボケるゲームなんだ。で、これは上にも、あ、ジャンプ、なんかジャンプなるけど、え、なにこれ、めっちゃ降ってきた、めっちゃ降ってきた彼女めっちゃ濡れてる、ごめんよ彼女。第33問、娘さんと結婚させてくださいませ。これ前あったよね。3、2、ハハハ、娘の後ろに隠れてる。ならん、そらそうでしょう、娘の後ろに隠れて土下座してんだよ、それはダメだろう。第34問、お前どうすればいいのこれ。あ、左の人トイレに行きたいのかな。よし、無視しよう、無視トイレに行きたいのは我慢してくれ。お前頑張るんだ、無視を頑張るんだ最悪、この人最悪。第35問、今日健康診断です。おばちゃんが出てきた、最初の尿検査です、これに取ってきてください。よし、満パンまで入れてやろう。ボタンを押してストップ。俺はボタンを押さねえよ、まだまだまだ入れるんだ、まだマスいっぱいまで入れていこう、こぼれるんだ。よし、こぼれてさらに上まで行って、タプタプの状態でおばちゃんまで持っていきましょう。いやいや、こぼれすぎでしょ、この人どんだけ尿してんの。途中経過、今回の5問はあからさまにボケれてるっぽい。最高じゃん、今回あからさま結構出てきてるけど。第36問、ばあちゃんのためにサッカーのチケットコータルチケット売り場で、いや待て、邪魔しようよし邪魔しようよし、どっか行くんだ少年よ。よし、このまま後ろに下がれよし、枠外までやろう。最低、マジで最低この人。第37問、彼女と電車でどこかへ行く。これはよしよし彼女誰かの上に座ってるけど、お前平気なの？彼女誰かの上に座ってるよ、ちょっとは嫉妬しようぜ。第38問、よし、早く打ってやろうもうあの親父死んだよね絶対。第39問、これはこれは車に引かれようか引かれる？大丈夫？よし、邪魔でしょ。あら、いや俺はどかねえよ、俺は車の上まで登っていこう。第40問、これでラストにしたいと思います。これはシェイク、いやしないよ、俺は全くしないぜ全くしないよ、一回だけする。あ、一回もできねえ、もうできない。あ、一回した、いやもうしない、もうしないでおこうこんなんで大丈夫なのか。途中経過、今回の5問は程よくボケれてるっぽい
はい、それじゃあ今日はね、第40問までボケ続けたところで今日の空気読み2は終わりたいと思います。このゲーム本当に最高、もう笑いすぎて俺結構腹筋痛いもんねそれじゃあね、みんなも気になった方はぜひやってみてください。2人で空気読みとかもあるから友達と一緒に楽しめるんじゃないかな。それじゃあまたね。